おむつは消毒。はい、どうもいつもありがとうございます。なにわのひむろっくです。さて本日はですね、いつものお店にやってまいりまして、実はおきどきが今日をもってさよならというわけでして、まあ、最後に思い出作りで、まあ、かなちゃんと一発、あー違う、かなちゃんを光らせてあげたいなと思う気持ちでいっぱいなので、本日はおきどきを狙いとしてやっていきたいと思います。ですが先ほどちょっと並びを見たんですけれども、結構人がいましたんで、もしかしたらみんなおきどき狙いなわけないと思うんですけど、まあもし取られてたらもう、潔く今日も今日とて、ディスクアップに移動して実践を行いたいと思います。それでは恋する花ぎ出すハッピーデー。卒業式ですよ。どうで打てないんですよ、かなちゃん。やります。なんでやの。
じいさんもらじすぎじゃねえか。
こっち、こう変える
Tommy 以外キャン。Ladies and gentlemen. Oh my god.
DJ。ありかもしれないんですけど、自分昔エイリアン出した時も、最終的には3800枚ぐらいで終わったんですよね。まあまあね、設定は種もみなんで、まあ、二波来ましたしね、ダラダラ打つぐらいやったらスパッと止めます。お疲れ様でした。エリアン大好き。はい、お疲れ様でした。実戦終了ということで、ついにエイリアン出現という回になりましたね。過去の動画にも載せてますけれども、まさかの2回目のエイリアンということで、本当に楽しい実戦となりました。設定の方は、まあ、いつも通りの種もみ設定ということでしたけれども、これぞまさにディスクアップと言えるような出方をしましたね。とにかく動色ビッグさえ引ければ、ああいう形に、なる可能性もあると。ただ、まあ、一つ皆さん気をつけていただきたいのは、あれは本当にもう滅多にないものだと思うんで、あれを目指して打つっていうようなやっぱり台ではないと思います。まあ、ですので、コツ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 負けないように、もうプラス100枚とかでもすんなりやめれる、それを繰り返していつか続けていけば、こういった形になって報われる日も来るんじゃないでしょうか。はい、まあ、そんなわけでですね、今回はエイリアン出現の回ということで、今から屋台寿司に行って浴びるほど飲んで、今日は祝杯をあげたいと思います。それとツイッターでもお知らせさせていただいたんですけども、緊急事態宣言が、発出という形にはなりましたが、いつものお店はもういつも通り営業するという方針とのことで、国の方もですね、営業自粛を協力という、まあ、なんとも曖昧な菅政権でございますので、誰も面倒見てくれませんのでね、そりゃ営業するでしょう。経済回らないですしね。まあ自分も同じくそうだと思いますんで、1月の乗り打ち企画は、まあ、感染予防対策を徹底して遂行したいと思いますので、引き続き乗り打ち企画も毎月第3土曜日やっていきますので、ご参加できる方はぜひ一緒にエイリアン出現を目指し頑張りましょう。というわけで、また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。ふいちゃん、寝てんの？自分の尻尾やで。ありがとうございました。